はい、お疲れ様でーす。はい。さて、47レベルか。ブラバーさん。ちょっとね、ちょっと地図はちょっと広げました。というわけで、レベル上げもちょっとしたし、もうさすがに余裕でクリアできるんじゃないですかね。と思ってるんですけど、いきます。それでクリアしてはい。いやでもここまでね長かったですよ本当に。陸編もねトラバースタウン本当に。結局これクリアしないと次の2このねキングダムハーツ2の話が分かんないっていう。僕自身ちょっと忘れてるんで、やっぱり。はい。さあ、始まりのキーカードを使うわけだけども、どうなんだろう。あ、ゼロだ。危なっ。危ねえ。戦うのかな。なんか最後のボスがわかんないですよ。ここにナミネがいるのか。待ちな。あ、おいおいおい、お前変わったな。前に会った時は自分の闇を怖がってた。なぜわかる。俺はお前だからさ。俺は俺だ。俺だ。俺は俺。羨ましいな。本物は偽物の俺には絶対に言えないセリフだ。そうだ、偽物なんだよ俺は。俺の姿も記憶も気持ちも全部、それにこの新しい力も。新しい力を手に入れた。お前の偽物じゃなくて別の誰かになれると思った。だけど何も変わらない。虚しいままだ。やっぱりみんな借り物なんだ。お前が存在する限り俺は永久に影なんだ。そりゃそうだろうとしか思えないんだよな。影だもん君は。絶対負けないぞ、本当。何回も何回も。はい、はい。あ、おお。ちょっと待って。両方リンクだからどっちがリンクか分かんない。やめよ。うわうわうわ、強いな、リンク。リンクの、リンクのくせに。王様、行くよ。危ない。おい、強い。なんだこのリンク、強いぞ。危ない。リアルしてくれよ。あ、まずい、まずい、負けたくない。あ、なんだ、強すぎる。絶対絶対負けないぞって思ったのに。もうレベル上げめっちゃしたのに。これ相手強すぎだって。レベル上げこんなにしたんだよ。レベル上げ あと頑張ろう。絶対無理。いや、これ強っ。何これ、全然レベル上げ関係ない。なあ、もう王様な。あれ、王様やったんです。これダメだ。
いやもうむずすぎるわ。テイオブメモリーズめっちゃむずいな。何が怖いってこれビギナーモードだろ。そうだ、あもうこれ無理やり行け無理やり、そう闇夜とかいらんけ、多分もう行け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 、どっちどっち、ま、負けた勝った、どっち負けてるやん。うっさなんだよ。はぁ、ふけくらい、あ、もうほんまレベル上げ意味なかったわ。同じ数字でカバーしなきゃいけんのか。勝負だ。あ、落ちましょう落ちましょう。あ、それそれそれ、同じ数字じゃないといけんの忘れてた。いける、あ、同じ数字、同じ数字、9がないよ、9と同じ数字は持ってないよ。落ちろ、どうだ、早いな。やめよ、行くぞ行くぞ、よし、さあ、ここだ。え、弱っ、何それ、やったー、これ、いたじゃん、よっしゃー、キル発動せん限り無理だったな。俺、滅ぶのか。滅ぶのは怖くない。どうせ偽物なんだからな。本物の心なんて持ってないんだ。今感じてる気持ちだって多分嘘の気持ちさ。何を感じてる？偽物の俺が滅んだら俺の心どこへ行くんだろうな。消えちまうのかな。どこかへ行くさ。多分俺と同じ場所だ。ち、そんなところまで本物の真似かよ。敵いるじゃん、敵いるじゃん、危な、ちょっと待ってね、何か回復しないと、こんなところで死、こんなところで死んだらもう厄介、最悪よ。よし、一旦帰ろう、一旦帰ろう、いい、遅れようがどうでもいい。あぶねえ、危ないです。いや、すごかったっすわ。でも、あんなに強いんですね。これもうレベルじゃなくて技術ですね。テインオブメモリーズは。でもこれ、あのリックが最後じゃないしな。多分最後のボスって誰なんだ？アンセムなんか？最後のボスはアンセムか？めちゃくちゃ勝てそうにないんだけどな。怖いよ、ほんと。強すぎて。落ち着こう落ち着こう、落ち着きなさいよ、大丈夫だ大丈夫だ。っていうかどっち、え、どこ、うわ、あっちなん、最悪じゃん、楽かと思ってあっち行っちゃったよ。外れてる予想が。もう全無視していこう。じゃあ
きますよ。お、ありました。これが多分ラストだとは思うんですが、どうでしょう。最後の敵か、アンセンか。50、はい。さあ戦おうよ、最後やりましょうよ。ナミネじゃん。ナミネです。ナミネ、久しぶり。あんたがナミネか。はい。そうか、あんただったのか。え？いや、いい。彼に会って。ソラ。ソラ。ソラに何をした。大丈夫、眠っているだけ。記憶を取り戻すために。ソラはこの城でのことを忘れる代わりに記憶を取り戻すことを選んだんだな。あんたにも選んでほしいの。俺はソラみたいに記憶を奪われたりしてないぞ。記憶じゃないの、闇のことなの。あなたの心には闇があって、そこにアンセムが宿ってる。今は封じ込められてるけど、やがて目覚めていつかのようにあなたを支配してしまうわ。だから私の力を使って。私の力ならあなたの心に鍵をかけられる。そうすればアンセムはあなたの心から出られない。心に鍵をかけられたら俺はどうなる。ソラみたいに忘れるのか。忘れるんだな。記憶と一緒にあなたの心の闇も封じ込められるわ。闇を思い出すこともなくなるの。昔のあなたに戻れる。リク、選んで。のんきな顔だな。俺もこんな風に眠るのか。うん。こいつ昔から勝手なやつでさ、俺と一緒に何かしてるときいつも自分だけサボるんだ。島を出るイカダだって真面目に作ってたのは俺だけだったな。決めた、こいつが目を覚ましたら怒鳴りつけてやる。帰りを頼むって言ったのに、なんでのんきに眠ってたんだってさ。なのに俺まで一緒に眠ったらカッコつかないだろ。心の鍵なんていらない。俺はアンセムと戦う。でもアンセムの闇に飲み込まれたら。その時は闇が俺を導いてくれるさ。だよね。最初から俺の答えを知ってたみたいだな。知ってたんじゃない、願ってたの。闇に立ち向かってほしかった。あなたにはその力があるから。それであんたはあの光の中で俺を助けてくれたわけか。帰りの姿でさ。気づいてたの。会って感じたんだ、帰りと同じ匂いだなって。ソラを頼む。特に何もない。あ、結局こっちにも行くんだ。じゃあよかったわ。じゃあよかった。で、なんかやっぱり最後アンセムと戦いそうだな。アンセムと戦うみたいなこと言ってたし、最後アンセムかな。まあ行きますよ、リクちゃん。
行きましょう。一緒にアンセム倒しましょう。はい。つい間違えた。あーえっ、ー、えっ、ー、行く辺はやっぱり思ったより短かったのかな。あれ どこやってる。あ、上行ってなかったっけ。行ってると思い込んでた。ごめんごめん。さあ、これで開いてる開いてる。よし、さあこれで忘却の城1階に来たのかな。まあ、王様ももういることだし、どうなるんだろう。絶対ラストバトルはありそうなの。よし、そうか、やっぱり君は眠らないことにしたんだね。うん、なんで知ってるんだ。ディズが話してくれたんだ。ディズ味方なんかいね。知り合いだったのか。僕にもわからないんだ。前に会ったことがあるようなないような。あんた何者なんだ。今者、誰でもないし誰でもいい。私を信じるか信じないか選ぶのは君だ。他人に何かを選ばせるのが好きらしいな。そして君は眠りを拒みアンセムとの対決を選んだ。無謀だと思うか。君の選んだ道ではないか。励ましてるつもりか、それとも見放してるのか。それを選ぶのも君だ。これは機関は君らを追うだろう。奴らは猟犬のように狙った獲物の存在そのものを嗅ぎつけて忍び寄る。だが存在しない者の衣をまとえば奴らの目と鼻をごまかせるはずだ。耳は別だがね。奴らもこれで身を守っているのだよ。闇に飲まれないようにな。わかるか。機関ですら闇を征服できないのだ。だとしても俺は闇から逃げたりしない。うん、あるんだ、やっぱあるんだ。まだ心の闇を引きずり出すカードだ。アンセムとの決着をつけたまえ。行こう王様。忘却の城、そういえば空も最後忘却の城だったよ。ふん、ディズニーはいつかどこかで会ったような気がする。ディズニー、ほんとわかんないんだよな。ディズニー、こいつを使えばアンセムが出てくるのか。大丈夫さ、力を合わせて戦おう。すまない、俺一人で戦う。なぜだい。自分の力で蹴りをつないと意味がないんだ。その代わり頼みがある。なんだい。もしアンセムに負けたら俺はあいつの手先にされる。そうなったら王様の力で
消して。もちろん必ず君を助けるさ。そうじゃなくて、俺ごとアンセムを。ダメダメ、僕は何があっても君を助けるともう選んでしまったんだ。この決心は変わらないよ。さすが王様。それとも僕の言葉なんて信じられないかな。選ぶのは俺だ。信じるよ王様。僕も信じてる。君は絶対に負けないってね。ああ、僕も信じてる。行こう王様。忘却の城、長そうだな。私は闇の中心で待っている。闇の力で突き進むお前の姿を見守っていよう。イケメンシャドウか。あ、でも一回ちょっと待ってね、一回戦っとかね、まずいか。ん、自分の持ってる武器のスピードじゃないが、数字をね見極めないと。あー、数字自体は高いんだ。うわ、高いのに弾かれる。マジか。え、あー、でもゼロとかあるね、やっぱり。あー、でも総じて数字は高い。強いな、敵は。いや、俺がいたからさ、レベル上げてたんだから勘弁してよ。えらく出てくるな。うわー、最悪。よっしゃ。あー、違う。おー、なんなんそれ。えらく強いぞこれ。いいぞ、よくやった。よし、わーか、よかったな、敵。HP アップかダークアップか。さっきまでの戦闘を見ると、どう考えてもスキルがいるからな。そっか、いいんだな。上だからどこ、ちょっと待って、ドアが、あ、あった。戦ってらんないわ。いや、もういい、ここの敵強いけど結局わかんないからね、アンセムが強いのかどうかが。はい、さてこれで
きましょう。ラストバトル。あ、でも始まりのキーカードってことは導きがあるんじゃないか。どうなんだ。ゼロできないもんね。出てこいよアンセム。匂いでわかる。お前の力見せてもらった。闇の力を使いこなし、素晴らしい戦いぶりだったぞ。だが分からん、闇を受け入れたというのになぜ私に逆らうのだ。お前と私はよく似ている。二人とも闇に導かれて歩いている。そう、同じ存在なのになぜだ。心のどこかでまだ闇を恐れているのか。そうじゃない、俺はただあんたの匂いが嫌いなだけだ。愚かだな。私の力を知っているはずだが。ああ、知ってるさ。忘れたのか。あの時あんたの力をもらったのに、俺は空に勝てなかった。あんたの力なんてその程度さ。よかろう。ならば私の闇に沈め。がっ、一番嫌いな場面だぞ。苦手です。ふん。さあ、行きますよ。よいしょ。わっ、せっ、よっ、はっ、うぅー、はっ、はっ、私を守るのだ。あいつか。あっ、届かん。ビビりじゃ届かんか。あっ、これを解き放つ。よし、勝負だ。こりゃあー、ダークになってなかったか。あー、危ない、怖い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 。闇よ、闇今なったの。あっと、うわー、全然ダメだ。9は強い、9は強いって。危ない、いけ、やれ。うわー、結構食らってないね。もう王様のタイミング悪かった今。そう、あの、そのタイミングむずいんだよな。ごめんごめんごめん、戦い方悪すぎた。ごめんごめん、リグ、完全に僕のせいです。ごめんなさい。ごめんごめんごめん。何回やったかも、もう覚えてない。何回やったかも。はい、私を守るな。
じゃあ。はい。もらった。全然食らわんかったとしても。もう打ち払った。じゃあ。よしよしよし。頼む頼む頼む。絶対頼む。キューって長いな。キューは長い、危ない。もらった。3回押したら手を離す。3回押したら手を離す。ならか、どうだ、もう間に合え、間に合え、間に合え。間に合わんか、これもう無理だな、無理っぽいぞ、無理っぽい、無理っぽい。あ、よかった、間に合った。もらった。めっちゃ危なかったね。闇よ。闇よ。うわ、ちょっと。行け、よっしゃ、よっしゃ。闇よ。やった、めっちゃ時間がかかった。やったやった、倒してやったぞ。これがゴリ押し、バレー選手と。いや無理だってもう。頼む、もう連戦はやめてくれ。アンセム、よかった、これで終わりそう。これで終わりだ。終わらなそうだな、そんなん言ったら。終わりなどない。お前の闇、私が与えた。私の影消えぬ。いつか、いつかは再び。先生、空、帰り。君は一人で戦うって言った。でもこれぐらいの手助けは構わないだろ。王様、ねえ、リク、これからどうするの？うちに帰るのかい？消えるまでは帰れないな。感じるんだ、ほんのかすかだけど、あいつの匂いを。まだあいつの闇に囚われているのかもしれない。君の闇は君のものだよ。君の光と同じようにね。今まで僕は闇というのはあってはならないものだと思っていたんだ。でも君と一緒にいるうちに考えが変わってきたよ。リクが選んだ道はもしかすると光と背中合わせの闇が誰も知らない姿で触れ合う可能性につながっているのかもしれない。その道の先にあるものを僕も見てみたいよ。君と一緒に歩きたいんだ。王様にそんなこと言われるとはなんだか恥ずかしいな。僕だって君に王様なんて呼ばれると照れちゃうよ。照れちゃう。分かったよ、ミッキー。ほど酷使しすぎたな、叫びすぎ。おい、この服かっこいいな。今度は何を選ばせる気だ。光への道か、闇への道か。どっちでもないな。光と闇の中間だ。闇夜に続く黄昏の道か。そうじゃない。
夜明けの道さ。あ、何がすごいってミラーモードでこんなに強いって何なの？ありがとうございました。あ、割ることができました。いやー、ようやく全部クリア。全部クリアしましたよ。次にこれでいける。もう出てなかったキャラクターもね、出てたんでね、陸編で。いやー、本当に疲れました、これ。いやー、話は面白かったからよかったけど。
戦闘は本当もう勘弁してくださいって感じでしたね。ありいや何してもありがとうございました。